ギークブルー海底神話だよ。これもレギオンに負けないブライイラたちを覚える作品だね。名前からして深海のゲームみたいだけど。そう、潜水艦に乗って深海を進む横スクロールシューティングなんだ。敵は海の生き物で体当たりしてくるんだよ。シューティングなのに弾は撃ってこないの？そうなんだ。画面の半分を占める魚群が体当たりしてくるんだ。時期の大きさと遅さが相まって本当に難しいんだ。それってかなりストレスたまるね。そう、ライフ制だから少しは救いだけど、ボスは一撃でやられるよ。でもグラフィックと BGM は高評価なんだ。映像作品としては名作なんだね。そうなんだ。深海の幻想的な雰囲気は本当に素晴らしいんだよ。でもゲームプレイは地獄だね。具体的にどんな問題があるの？時期が遅すぎて敵の量と速さに全然追いつけないんだ。パワーダウンの仕様もえぐくて被弾するたびに弱くなるんだ。それは辛いね。他には？攻撃力が低くて敵の撃破もままならないんだ。ショットの幅も狭くて爽快感が全然ないよ。ステージの難易度は？一面から鬼畜な量の敵が出てくるんだ。特に四面の強雑魚の猛攻がひどいよ。エンディングはあるの？ないんだ。四面のボスを倒すと二周目に入るだけなんだよ。ボスにぶつかると即死するし、残機もコンティニューもないんだ。でも良い点もあるんだね。そう、ライフ制だから少しは被弾に耐えられるんだ。 BGM もゲームの雰囲気を盛り上げてくれるよ。でも全体的には理不尽なデザインでゲームとしては厳しいね。なるほど、それで評価が分かれるんだね。そう、深海の幻想的な世界は魅力的だけどプレイは辛いよ。ドラゴンバスター2闇の封印だよ。前作はサイド竜アクションだったけど今回はトップ竜だよ。前作とかなり違うのね。どんなストーリーなの？主人公のカールがキングドラゴンに盗まれた剣を取り戻すために戦うんだ。全体マップがあってダンジョンを探索するんだよ。どんな攻撃方法があるの？弓だけなんだ。しかも矢の数が有限でダンジョンで補充するんだよ。魔法や技がなくなって弓だけだから単調な感じだね。どんな敵でも同じ戦い方になるの？そうなんだ。ダンジョンも多いからひたすら同じことの繰り返しだよ。前作が名作だっただけにファンからの評価は厳しそうね。そう、かなりの不評だったんだ。前作の主人公は剣を使ってたのに今回は弓だけだしね。ゲームのシステムはどうなってるの？各ステージにダンジョンがあって最後にドラゴンと戦うんだ。攻撃は弓だけで矢の補充はダンジョンで行うんだよ。他にはどんな特徴があるの？ダンジョンには中ボスがいてアイテムを落とすんだ。ダンジョンでの行動には時間制限があって制限を超えるとムカデのモンスターが襲ってくるよ。体力はどうやって表示されるの？服の色で表現されてて青から赤に変わっていくんだ。赤の時にダメージを受けると1ミスだよ。ゲームの問題点は？単調なゲーム性だね。前作にあった魔法や技がなくなってしまったからね。攻撃手段が弓だけだから敵をちまちまと撃つだけなんだ。それはつまらなさそうね。他には？矢は飛べ弾するけどほとんど役に立たないんだ。アイテムも少なくて攻撃方法が限られてるんだよ。ダンジョンの違いはあるの？ほとんどないね。絵柄や通路の違いはあるけどギミックは少ないんだ。セーブ後再開すると面の最初に戻されるから難易度が跳ね上がるよ。評価点はあるの？グラフィックは良好だね。敵のアニメーションも凝ってるんだ。面クリアでももファミコンにしては悪くないよ。でも全体的には単調なゲームだね。名作の続編とは言えない感じね。そうだね、純粋につまらないゲームって感じだよ。ジーキル博士のホーマガトキだよ。今でもわけのわからないゲームなんだ。小説ジキル博士とハイド氏を題材にしてるんだよね。そうなんだけどイギリスの小説を使うのは子供向けじゃないね。
チーキル博士の人間界パートでは操作性が悪くて楽しめないんだ。19世紀のロンドンを舞台にチーキル博士を操作して婚約者の元へ行くんだ。チーキル博士がダメージを受けるとハイド氏に変身しちゃうんだよ。チーキル博士とハイド氏のモードが逆方向にスクロールするんだ。それは面白いアイデアだね。でもチーキル博士がダメージを受けるとストレスが溜まってハイド氏に変身しちゃうんだ。ハイド氏のモードでは魔物を倒してストレスを解消するんだよ。ゲームの操作は？チーキル博士モードではステッキで攻撃、ハイド氏モードではパンチとサイコ、レーブで攻撃するんだ。ゲームオーバーになる条件は？ハイド氏がジーキル博士に追いつくと雷に撃たれてゲームオーバーになるんだ。それって厳しいね。最終ステージではハイド氏が追いつかないけどね。でも全体的にはわけのわからないゲームだったよ。それでも雰囲気は良かったんだね。時の旅人だよ。数多くのクソゲーの中でも驚きの作品なんだ。初めてプレイした時の衝撃がすごかったんだよ。どんなゲームなの？角川アニメ映画の世界を再現してて、物語は映画の続編なんだ。悪役クタジマと人が歴史を書き換えるためにタイムスリップする話だよ。面白そうだけど何が問題なの？基本的にははいと、いいえ、お選ぶだけなんだ。それが単調で退屈なんだよ。確かにそれは面白くなさそうね。選択肢によっては5つの異なる歴史に変わるんだ。でも死を招く選択肢が多くてロシアンルーレットみたいなんだ。ゲームオーバーも多いの？そう、タイムマシンに乗り遅れると即ゲームオーバーなんだよ。非常な場面が多いんだ。歴史上の人物も少ないの？そうなんだ。登場人物はごく一部だけなんだ。徐々に質問が奇妙になっていくんだけど、それを楽しめるかどうかだね。それで楽しめるならいいけど。もし定価4900円で買ったら、背筋が凍る思いだね。それは高すぎるね。実はこの映画のパンフレットを古本屋で見つけて、即買っちゃったんだ。それは良い買い物かもね。ミステリー、オブ、トライアングル、だよ。東宝が生み出したクソゲーの第一弾で、有名な漫画が題材なんだ。その内容に原作者が激怒りしたって本当？そうなんだ、伝説的な作品だよ。ストーリーは、異世界に迷い込んだ犬のパンチの子供たちを救出する話なんだ。それって、純愛青春野球漫画の要素は？主人公の3人とボール以外には一切ないんだよ。ゲームはミナミちゃんを守りながら進めるベルトスクロールアクションなんだ。それで面白くなかったの？広大なマップで自由度が高いけど、3人の動きが乱雑で操作が難しいんだ。制作はコンパイルが手掛けていて、2人同時プレイが可能なんだけどね。それならバグも少なくて完成度は高いんじゃないの？そうなんだけど、ゲームとしては全く面白くなかったんだ。みなみちゃんは泣くばかりで何も役に立たないし、どこに行けばいいのかもわからないんだ。それはイライラしそうね。頑張ってプレイしたけど、心が折れちゃったよ。制作者たちはどんな気持ちで作ったんだろうね。本当に謎だよね。シャーロック・ホームズ、伯爵令嬢誘拐事件、だよ。アーサー、コナン、ドイルの傑作を元にした作品で、オリジナルなストーリーが展開されるんだ。ミステリーファンの期待が高まったんじゃない？うん。でもその期待は容赦なく打ち砕かれたんだよ。ホームズが突然ロンドン市民から攻撃される展開があるんだ。それは驚きだね。ホームズはどうするの？ホームズが自慢のキックで応戦して、お金まで受け取るんだ。サスペンス要素が全然ないね。
さらに謎解きのヒントがほとんどなくて全く理解できないんだよ。敵の目的も不明瞭で本当に謎に包まれたゲームなんだ。でもホームズは格闘の達人として描かれてるんだね。そうなんだ。原作でも格闘シーンがあるからその点では貴重な作品かもね。それならファンにとっては興味深いかも。彼の本当の姿を知りたいならプレイする価値はあるかもね。でもあなたの感想はどうなの？正直なんだこれって感じだよ。シャーロック・ホームズでアクション性を求めてる人っているのかな？それは疑問だね。アクションゲームとしてはちょっと微妙かも。そうだね。ホームズの謎解きに期待してたファンには残念な作品かもね。レギオンだよ。日本テレネットが作った難しいシューティングゲームなんだ。舞台は宇宙暦2060年、皇帝ルーバーが攻めてくる話だよ。へえ、どんなゲーム内容なの？横スクロールのシューティングゲームで、ショットとオプションで敵を倒すんだ。戦闘機に乗って一面に挑戦したら、すぐにコンティニューしちゃった。そんなに難しいの？敵の動きや弾が速くて驚いたよ。反射神経が試されるね。何度も撃墜されて挫折感が半端なかった。唯一の救いはあったの？かっこいい音楽だね。それがなかったら続けられなかったかも。レギオンは PC エンジンで最も難しいゲームの一つなんだって。エンディングが変わるって本当？そうなんだ。ステージの攻略順によってエンディングが変わるんだよ。だから何度もプレイしないといけないけど、ストレスがたまるよね。他にも問題があったの？序盤から難易度が高くて、敵弾が早すぎるんだ。ミスするとパワーアップが初期化されて、連続でミスすることもあるよ。無敵時間も問題があるの？そうなんだ。無敵時間中にパワーアップアイテムも取れなくなるんだ。時期のやられ判定が大きくて、避けるのが難しいんだ。スピードアップのアイテムは？それもないんだよ。時期のスピードが遅くてさらに難しいんだ。各ステージの難易度がバラバラでバランスが取れてないんだ。具体的には？衛星用再エネルギー炉のステージは特に難しいんだ。狭い地形でレーザーがいっぱいで避けるのがほぼ無理なんだ。それってシューティングゲームとしてどうなの？そこが問題だよね。ボスも極端で攻撃しないボスもいるんだ。コンティニュー中もスクロールが続くから時間稼ぎができるんだ。それが攻略の鍵？そうだね。難しいステージではコンティニューで時間を稼ぐのがポイントだよ。説明書にもバグの情報があるんだ。どんなバグ？惑星ルーブルではボンバーを使わないと進めないバグがあるんだ。道中 BGM とボス BGM の温度差が激しくて統一感がないんだ。グラフィックはどうなの？ CD、ロム2のゲームとしてはしょぼい方だね。でも、BGM は素晴らしいんだ。それは良かったね。パッケージイラストも有名な加藤直行氏が担当してるんだ。でも、ゲームバランスが崩壊してるんだね。そうなんだ。だけど、パターンを覚えればクリアは可能だよ。ルート分岐やマルチエンディングがあるから、周回プレイも楽しめるよ。でも、難しいのは変わらないんだね。そうだね。難易度鬼畜、ゲームバランス崩壊、デバッグ放棄疑惑が揃ったゲームだよ。